元宝塚歌劇団トップ娘役で、数々のドラマ、映画、CM などに出演してきた黒木瞳さん。年を重ねてもその美しさは変わらず、今でも根強い人気を保ち続けています。今回は、黒木瞳さんのことについてご紹介します。黒木瞳さんは、1960年10月5日生まれ、福岡県八女市出身で、父親は剣道七段の腕前を持っており、その影響から黒木瞳さんも、小学校4年生から中学校2年生まで剣道を習っていました。福岡県立八女高等学校在学中に演劇部に、所属を支部長として九州大会に進出しています。高校卒業後は熊本県の音楽大学への進学が、決まっていましたが記念受験として、宝塚音楽学校を両親に内緒で受験をしようと、バレエに1週間通ったそうです。その後、倍率22、4倍という難関をくぐり合格。推し、1979年4月に宝塚音楽学校に入学をしました。1981年に宝塚歌劇団入団をし、月組に配属をされました。娘役としては史上最速となる入団2年目で、大地魔王の相手役として就任。1985年9月1日、水戸物語、ヒートウェーブ。東京公演の千秋楽を最後に大地魔王さんと、同時に対談をしています。その後は芸能界へ転身しました。1997年公開の映画、失楽園では不倫の恋を、大胆に演じて大きな話題となり原作とともに、社会現象となった作品に出演したことで一気に、知名度が上がりました。その後は女優業だけではなく司会者としても、活躍をするようになりました。そんな黒木瞳さんをネットで検索すると次のような状態に。よくセットで調べられているものが候補として出る仕組み。つまり、黒木瞳さんは現在何をしているのだろうと、気になっている人が多いということですね。それでは、黒木瞳さんの現在の活動を確認していきましょう。黒木瞳さんの現在の活動内容はこちら。1映画に出演。黒木瞳さんは2023年初夏公開の魔女の香水に出演しています。魔女の香水の宮武監督は、黒木瞳さんをイメージしながら脚本を書いたそうです。2映画監督の仕事。黒木瞳さんは映画監督の仕事もしています。2022年9月、黒木瞳さん監督作品、線香花火が上映されています。線香花火は、国際短編映画祭ショートフィルムフェスティバル&アジア2022の、ジャパン部門にノミネートされました。サンテレビ番組に出演。黒木瞳さんはテレビ番組にも出演しています。2023年2月、羽鳥×指原ご当地、お示しツアー、それ東京でも、食べられますけど、にゲスト出演。同じく2023年2月、家、ついて行っていいですか?アゲアゲ黒木瞳&感動ウエストランド。人生ドラマ SP にゲスト出演しています。2023年1月には、水の巻の魔法のレストラン2時間 SP にも、ゲスト出演していました。4ファンクラブの運営。黒木瞳さんは、瞳会というファンクラブの運営をしています。ファンクラブ瞳会には、以下の特典があります。瞳会会員限定コンテンツの閲覧。出版物オリジナル品写真などの通信販売。舞台映画チケットの取り次ぎ。瞳会の催し物への参加。年に一度の黒木瞳さんを囲んでのお茶会、食事会。5グッズ販売。黒木瞳さんはグッズの販売もしています。黒木瞳さんが聖地選びから小物選びまで、すべてプロデュースしたそうです。グッズは黒木瞳さん公式ホームページのウェブショップで販売されています。6イベントに出演。黒木瞳さんはイベントに出演しています。2023年3月4日に富士の国地球環境史ミュージアムにて、黒木瞳さんが講師として出演。自身のライフスタイルや他者を慈しむ心の在り方などを講話するようです。黒木瞳さんは1991年に電通の役員である市地俊夫さんと結婚しています。黒木瞳さんと市地俊夫さんは CM の仕事で出会ったと言われています。宝塚歌劇団を退団した後、1990年に黒木瞳さんは大阪ガスの CM に出演。その時の大阪ガスの CM を電通の社員として担当していたのが市地俊夫さんだったそうです。市地俊夫さんが黒木瞳さんに好意を持ち、ファックス番号を聞き出したんだとか、何度かファックスでのやり取りがあった後、食事に出かけるなどし、交際に発展したそうです。2022年10月、黒木瞳さん62歳の誕生日のブログには、
一時俊夫さんが買ってきてくれたケーキの投稿がありました。ご夫婦とても仲が良さそうです。黒木ひとみさんと一時俊夫さんとの間にはお子さんが一人います。長女、一時萌子、1998年誕生。一時萌子さんは、幼稚園から中学校まで青山学院に通学。2012年、一時萌子さんは青山学院中等部だった時、いじめの主犯格だったという報道がありました。その、いじめの内容があまりにもひどすぎるんです。青山学院中等部時代に取り巻きをしている、男子に対して2万円を渡してターゲントを、レプシロと指示を出しました。買収をされた男子は女子トイレ個室に逃げ込んだ。ターゲットを個室上部から入り込んだ後に、服を脱がして動画を撮影したというんです。その後、実行犯は退学となりましたが、首謀者は定額止まりとなっています。さらに謎なのが被害者までもが定額という扱いになっているのです。どうやら首謀者である娘さんは退学処分を検討されたようですが、両親の懇願と継続されていた寄付金によって数日の定額処分で済んだという噂があります。両親は娘に対して一番でなければ意味がない。先に謝ったら負けというようなことを言い続けていたようです。その後、さすがに学校には居づらくなったのか、青山学院を退学して慶応ニューヨークに通学をしているようなんです。いじめ事件の報道があったために、青山学院の保護者からも、苦情が殺到してお金で解決しようと、3000万円の寄付をしたんですが失敗をして、居場所がなくなった娘がニューヨークの学校へ、通うという流れになったようですね。慶応ニューヨークは海外で英語を学びながら、慶応大学に 100% 進学できると口コミで人気が広がっている学校のようです。いじめの被害者の女性の名前や芸能界、デビューについての話が出回っているようですが、どこまでが本当かわからないですね。あまりにもひどい女性を貶めるような事件なので被害者の名前は、あまり広められてほしくはないですよね。黒木ひとみ娘で検索して出てくる画像の一人目。調べたところ、こちらは山木小春という、山木小春は元アイドルグループ次世代ユニット X21 のメンバーで、現在は舞台を中心に活動している女優だ。なぜ黒木ひとみ娘で検索して山木小春がヒットするのか。実は山木小春は黒木ひとみの娘伊地知萌子にいじめられていたという。今回の青山学院中等部で起きたいじめ事件は、その陰湿ないじめ内容が徐々に明らかになるにつれ、多くの人が得も言われぬ嫌な印象を受けただろう。またその後のマスコミの報道の仕方や、学校側の不可思議な処分、さらにそれに対する保護者の反応など、非常に後味の悪い事件だったと言える。実はその後、この事件でいじめの被害を受けた女性と山木小春が、密かに芸能活動をスタートして注目を集めていたという。山木小春さんは某モデル事務所が主催するコンテストで、演技を高く評価されて賞を受賞し、現在は山木小春という芸名でユニットのメンバーの一人として、活動しています。もちろん、騒動のことは一切公にしていませんけどね、と、某芸能プロダクションのマネジャーは語る。山木小春は、2012年8月に、オスカープロモーションの、新人発掘オーディション、第13回全日本国民的美少女コンテストの演技部門賞を、獲得したほどの美少女で、ポスト剛力彩芽との呼び声も高い美少女だった。2012年8月といえば、山木小春が、いじめ事件に遭った後だ。当時、前室の芸能プロ関係者は、次世代ユニット X21 のメンバーの山木小春が注目だと、太鼓判を押した。山木小春はプロドラマーの父の影響もあって芸能界に憧れ、このコンテストで演技部門賞を受賞している。山木小春はその後、青山学院中等部から同学院の高等部へは進学せず、芸能活動を優先させるために堀越高校に進学。同じアイドルグループ X21 メンバーと共に、無事に高校を卒業している。オスカープロモーションに所属し、ポスト剛力彩芽として、オスカー一押しのタレントに成長していた。いじめを乗り越えて気持ちも新たに活躍の場を広げているようだ。こんな事件を起こしてしまって、一時萌子さんが普通に生活ができるとは思えませんが、現在はどのような暮らしをしているのでしょうか。写真も出ておらず、全く明かされていません。かなり厳しいバッシングを受けたでしょうから、無理もありませんね。母を追って宝塚受験をしましたが、結果は不合格でした。トップ娘役として活躍した黒木ひとみさんは、長女を宝塚に入れるために幼少からバレエ教室に通わせていました。
何度か受験したとも聞きますが、受験資格の年齢的にラストイヤーだった今回の合格者に名前はありませんでした。無念だったでしょうね。事件のこともあるため、簡単にはいかないことでしょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。